6月26日後楽園ホール、鈴木小太郎の持つ JHC ジュニアのベルトに ROH のロデリック・ストロングが挑戦することが決定しました。今宵はその鈴木小太郎6度目の防衛戦の前哨戦です。まず姿を現したのは青コーナーのボビーフィッシュ、そして鈴木小太郎と対戦しますロデリック・ストロングです。前哨戦をものにし勢いをつけるかロデリック・ストロング。バックブリーカーが非常に得意なレスラーです。勢いをつけ前哨戦をものにすることができるでしょうか。記録ではなく記憶に残る試合をしたい、公開調印式でそう話した鈴木小太郎です。2週間後のタイトルマッチで小太郎がロデリック・ストロングを退ければジュニア最多防衛記録に並ぶ6度目の防衛、鈴木小太郎にとって絶対に負けられないタイトルマッチの前哨戦です。ここ最近ケンタを中心とするノーマーシーの対抗戦力としてアンチノーマーシーユニオンアンムーを指導させた鈴木小太郎、今日はリッキー・マービーを引き連れての登場です。腰には GHC ジュニアのベルトを巻いた鈴木小太郎、前哨戦を戻りし6度目の防衛戦も成功なるか。今2人が睨み合っています。ベルトで挑発した鈴木小太郎、6月26日後楽園ホール、今シーズンの最終戦のタイトルマッチの前哨戦となりました。青コーナーがロデリック・ストロング、ボビー・フィッシュ、そして赤コーナーが鈴木小太郎、リッキー・マルビンです。まず先発は誰が出るでしょうか。鈴木小太郎とロデリック・ストロングとなればいきなりの直接対決となります。ゆっくりと話し合う両者、マウスピースを外してゆっくりと対角線を見つめるボビーフィッシュ、そして鈴木小太郎。おっと、まず先発はタイトルマッチを控えた鈴木小太郎とロデリック・ストロングとなりました。最初に組み合った2人、まず押し込んでいったのはストロングです。クリーンブレイクとなるでしょうか。6月26日後楽園ホールでのタイトルマッチを控えています両者、まずはクリーンにブレイクしました。こちらのロデリック・ストロング、去年の日テレ杯では同じ ROH のエディ・エドワーズと組んで会場を大いに沸かせました。振り返ればそのストロングのパートナーはエディ・エドワーズが鈴木小太郎の初防衛の相手でした。初防衛を果たした小太郎、その後5回の防衛を重ね、次の6度目の相手がこのロデリック・ストロングとなります。ストロングとしては ROH のリベンジもかかったタイトルマッチとなりそうです。グラウンドでの攻防、まず小太郎を倒していきましたロデリック・ストロング。このロデリック・ストロング、アメリカのウィスコンシン州で生まれフロリダ州で育ちました。前 ROH の世界王者でもあります。2010年9月11日から2011年今年の3月19日まで ROH 世界王者のタイトルを持っていました、こちらのロデリック・ストロングです。今ニヤッと笑顔も見せました。現在の ROH 世界王者は日テレ杯でも組んだエディ・エドワーズです。さあ打ち合いとなります。こちらの逆水平、こちらの逆水平は非常に切れ味鋭いことからナイフエッジチョップとも呼ばれています。このストロングのこの逆水平、小太郎はエルボーを返していきます。エルボーを返した鈴木小太郎、今日試合前も小太郎のエルボーには注意したいな、そう話していたロデリック・ストロング。ナイフエッジチョップと小太郎のエルボーの打ち合いとなっています。どちらが勝利を挙げて勝ち名乗りを挙げてタイトルマッチへの勢いをつけるでしょうか。チャンピオンに対して一歩も下がらないストロングです。お互いこのエルボーと
自身のチョップにこだわります。ものすごい打ち合い、もう何発打ち込んだことでしょうか。一呼吸置いてもう一度打ち合いとなります。小太郎の胸のあたりはもう赤く腫れ上がっています。ストロングも今ふらつきながらも両者倒れません。非常に切れ味鋭い、インパクト音が非常に大きいナイフエッジチョップ。まず倒したのはロデリック・ストロングです。青いリングコスチューム、激しい打ち合いとなりました。ダッチが成立して一旦ロデリック・ストロングが下がってボビー・フィッシュが入ります。鈴木小太郎は金丸からベルトを奪取してからエディ・エドワーズ、平柳玄馬、中島克彦、石森泰治、そしてリッキー・マルビンとこれまで5度の防衛に成功しています。 GHC ジュニアのベルトを巻くにふさわしいチャンピオンとなっている鈴木小太郎です。さあリング上はリッキー・マルビンとボビー・フィッシュ。さあ飛ぶか、ここはフェイントをかけてリングに戻りました。軽快な動きで会場を沸かせます。ストロングに対しても挑発を行ったリッキー・マルビン。6月26日 GHC ジュニアヘビー級選手権を戦うのは鈴木小太郎とロデリック・ストロングです。その両者は今赤コーナー青コーナー対角線で見つめ合います。現在試合の権利があるのはボビー・フィッシュとリッキー・マルビンです。今年の7月には第5回日テレジータ祭も行われます。この試合の前にはリッキー・マルビンがその第5回日テレジータ祭に弟のロッキー・マルビン、2個年下の弟ロッキー・マルビンと挑戦表明を会社に対してしたと、そんな話もありました。マルビン兄弟のその参戦というのも非常に楽しみとなります。第4試合タッグマッチ30分の一本勝負、試合は5分を経過しています。まず先発はタイトルマッチを控えている小太郎とストロングでした。その後試合の権利はボビーフィッシュとリッキーマルビンです。こちらの赤いコスチューム、ボビーフィッシュはマーシャルアーツと呼ばれる総合格闘技の経験もあります。蹴り技を非常に得意としている選手。ダッチが交わされてマルビンとストロング、この2人がやり合っていきます。前 ROH 世界王者のロデリック・ストロング、簡単にマルビンを倒していきました。その模様を赤コーナーで鈴木小太郎も静かに見つめます。この後再びストロングと小太郎の対戦となるんでしょうか。ロデリック・ストロングはバックブリーカー、多彩ないろいろな種類のバックブリーカーを得意としている選手です。今日もこの第4試合でバックブリーカーを鈴木小太郎に食らわせる、そんな場面も見られるでしょうか。身長178センチ95キロのロデリック・ストロングです。再び青コーナータッチが成立してボビー・フィッシュです。総合格闘技の経験もあるこのボビー・フィッシュ、蹴り技を得意としています。重い膝蹴りをマルビンに対して放っていきます。一旦またいでそっから一気に飛んでいきました。マルビンを丸め込んでいきます。右の足あたりを抑えてカウントを取っていこうとしますが、マルビンも返していきます。第4試合 GHC ジュニアヘビー級選手権の前哨戦となっています。ストロングとボビーフィッシュ軽快にタッチを交わしていきます。セカンドロープから足で踏みつけていくストロング、先ほどは鈴木小太郎とエルボー、そして自分の得意なチョップでやり合うシーンも見られました。今度はマルビンと
おっと小太郎が絡んできました。しかし場外に落とした。ここから綺麗に回転していきました。リッキー・マルビン、おっとタッチを成立、タッチを交わしたいところでしたが、ストロングがマルビンを戻して、小太郎は場外に落とされていました。マルビンが2人に捕まっていきます。小太郎はここまでまだ積極的には試合に参加していません。ちらっと小太郎を見たボビーフィッシュ、両足で固めていきます。去年の日テレ杯、同じ ROH のエディ・エドワーズと組んで会場を沸かせたロデリック・ストロングです。この前哨戦をものにし勢いをつけるでしょうか。マット上はボビーとリッキー・マルビンのグラウンドでの攻防です。おっと突っかかっていきました。すぐエプロンサイドに戻ったストロング、持ち前のパワーで背中を叩きつけていきました。ボビーフィッシュストンピングです。6月26日、6度目の防衛、ジュニア最多防衛記録に並ぶ6度目の防衛がかかっています小太郎です。小太郎も今ロデリック・ストロングはどんな技を食らわせるのか冷静に戦況を見つめます。マルビンの首のあたり、どんな固め技を見せていくでしょうか。ストロング、青いコスチュームの腰のあたりにもストロングという文字が刻まれています。小太郎が突っかかっていきました。おっと見合った2人です。ゆっくりと戻る小太郎です。リッキー・マルビンが捕まりました。再びボビーフィッシュが入ってきます。さあタイトルマッチの前哨戦、小太郎がどのタイミングでこの試合再び入ってくるでしょうか。キックを要求するボビーフィッシュ、勢いをつけて首を取っていく、ブレンバスター落としていった。持ち前のパワーを見せつけていますボビーフィッシュ。ボビーフィッシュがリッキー・マルビンから3カウントということになるんでしょうか。それとももう一度この小太郎とストロングの対決が見られるでしょうか。トップロープに上がったボビーフィッシュ、頭を当てていった。カウント2で返しましたリッキー・マルビン。マルビン小太郎とタッチを交わすことはできるでしょうか。なんとか右手を伸ばしますが捕まってしまいます。右肘で切り抜けたバックブリーカー、そしてラブ&ピースからトップロープからのムーンサルト直撃です。ストロングが小太郎を場外に落とします。その間にボビーフィッシュ、そしてストロングがリッキー・マルビンからスリーカウント取るでしょうか。2人の連携技です。2人での蹴り技、ローリングそばと、おっとここは捕まった、捕まったのはストロングです。小太郎狩り、リッキー・マルビンのムーンサルトを見せていきました。小太郎が入ります。小太郎とボビーフィッシュ、試合の権利は両者となりました。ビットを見せていきます。右肘での攻撃、